はい、どうもアニマル兄貴です。ではでは、このチャンネルではですね、動物の生態を紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、イルカの生態ご紹介していきたいと思います。イルカは哺乳類、つまり肺で呼吸をしている。どうやって海の中で眠ってるんだと。肺で呼吸してるので、ずっと水の中にいると溺れてしまうのに、じゃあいつ眠るタイミングがあるんだって、実は面白いような眠りの仕方があるのでご紹介できればと思います。そもそもですね、イルカってもともとは陸地に住んでいた動物っていうのが5000年前ぐらいに海の中に入っていったって言われているので、その名残で肺を使って水の中でも今も生きていると。哺乳類なので、子供を産んだ後に、その子供はお母さんのミルク、水の中で飲む。なので子供っていうのはお母さんが出てくるミルクっていうのを水の中で海水と混じらないように飲む。眠りの仕方のポイントについてなんですけども、肺呼吸なので息継ぎをタイミングよくしないと溺れてしまうっていうところもあって、特殊な眠りの仕方をやっていると。でどういう眠りの仕方かというと、半球睡眠といって、片側だけで眠る睡眠の仕方です。イメージ、片目こういう風につぶってですね、逆側の脳を休めて、でもう片方の目は開いていると。で、その片側の脳で息継ぎをするタイミングだったりとか、点滴の感知とか、そういうことをやっているっていうような眠り方です。イルカ、クジラの仲間なのでクジラもできますし、あとは渡り鳥とかもこういう睡眠の仕方をするっていうのが言われています。ちょっと可愛いところもあって、イルカのお母さんがですね、目を開けている方向、子供を、子供がいる場合は向いてるとも言われていて、イルカって天敵がいないんですよね。ほぼイルカの子供に関しては天敵がいて、サメとかそういうものがイルカの子供を襲ったりする。イルカのお母さんは自分は襲われないんだけど、子供が襲われる可能性があるので、子供をずっとこう監視しておかなければいけない。常に子供がイルカ側目を開けるっていうのが可愛いところもあったりします。片側ごとに見る頃もこう2時間ごとにスイッチングしてるみたいなことも分かっていて、2時間こっち寝たからもう片方、そんな感じでタイミングっていうのも時間ごとにカチカチカチとスイッチしながら眠っている。眠りにも2種類あって、ガチ眠りっていうようなものもあったりします。ギングっていう名前もついていて、息継ぎをパッとしなくてもいいように水面近くにこうもうボーンって棒立ちするようなこう丸太のような形で眠るっていうような眠り方もあったりするので、イルカは常に半球睡眠だけをしてるっていうわけではなくて、ガチ眠りもしながら眠っていると。でもある研究ではだいたい1日の3割ぐらいは眠っているみたいなことも分かっているので、水族館に行った時とかにイルカを見ていて、実は元気に泳いでるように見えて眠っているみたいなこともあったりします。人間とイルカはどっちも哺乳類なんですけど、なんで人間は水中に入ると結構息継ぎしなきゃいけない。シンプルに2つあって、1個目がイルカの方が肺の大きさが全然違うんですよね。なので1回呼吸した時に取り込める酸素の量っていうのが全然違うので、人間に比べてその息継ぎの回数みたいなところは少なくていい。もう一つが、二酸化炭素がどれくらい溜まる、害が及ぶかっていう、その量が大きいっていうふうにも言われているので、息継ぎのタイミングっていうのは人間に比べて少なくていい。ではでは、ここまでですね、イルカがなぜ哺乳類でその肺で呼吸をしているのに溺れずに眠っているのかみたいなところを紹介していったんですけども、イルカ面白い生態もいっぱいあるので、随時またご紹介していければと思います。人と動物を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。